はい、始めますみたいな。編入できるとしたらどこ大学の何学部に行ってみたい。で、一度目の留年が決まった時の気持ちは本人がつられましてる。コラボしてみたい YouTuber は、飯山とクミが溺れていたらどっちを助ける。あ、好きだった寸大の先生。はい、これ聞いてほしかった。いや、これ喋りたいですよ。あ、そうなんですね、はい、あの米村明義っていう、はい、数学の先生。数学の先生だね、はい、こいつがどんなやつかっていうと、はい、こいつめっちゃ生きてるんですよ、こいつ。みんな生きりまくってる。どんなんかっていうと、多分50代後半とかで、はい、結構いいじじいなんですけど、はい、まあ、白髪で、はい、黒縁眼鏡かけて、はい、ガリガリで、はい、毎日黒スキニーに革靴履いて、はい、で、ガラシャツに毎回ジャケット羽織ってて、はい、で、はい、授業のスタイルがどんなんかっていうと、はい、問題をひたすら解いて、はい、ポイントを書いて、はい、返してくっていうスタイルですよ。だからもうむちゃくちゃソリッドなんですよ、はい、でも京大理学科卒かなんからしくて、はい、うわ、この人賢いんやろなっていうのがもうにじんでるんですよ。にじみ出てる。そう、だから自分から生きてはないですけど、はい、でもにじまそうと思って生きてるんですよ多分。だから結局生きてはいるんですけど、はい、でもそれがもうかっこよくて、あ、そんなに喋らない感じ。うわ、モノマネできたのにな、ちょっと忘れた、ちょっと待ってくださいね。はい、始めますみたいな感じでスンって入ってきて、じゃあ一番みたいな感じでスンって解説して、で、何も雑談とかもせずに、しないんですね。これはこういう定理が本当はあって、数学的にはこういう風に関係あって導きますね。へえ。で、50分で2問解説して帰るね。へえ。そいつの授業をみんな受けてください。でも関西寸大ではね、やっぱ有名なんですよね。なるほど。じゃあこれで一気に人気上がるかもしれないですよ。まあでももうそろそろもう引退かもしれないから。まだまだ。数学特攻3をね、書き講習でぜひ。数学特攻3。お、これどうします。僕、影響力で、締め切り締め切りとかなったら。確かに。寸大からお金もらおうと思います。ついには寸大からも。好きな参考書ありますか？はいはいはい。これまあね、この間動画でもちょっと話したんですけど、これでも本当にこれ悩みで、はいはい、僕が参考書を勧めると、はい、真似するんですよ、アホが。ああ、なるほどなるほど。でも僕、めっちゃ参考書オタクだったんで、うんうん、その理算生の中でも結構ハードコアな参考書ばっかりやってたんで、真似はしないでほしいんですけど、はい、入試数学の小枠っていう。小枠？これもまだ言い切ってるんですけど。エール出版っていう、その、はい、エール出版ですね、謎の出版社から。謎の出版社。赤、緑、青って出て、はいはい、理算卒の、はい、教育卒やったかな、忘れたんですけど、うん、哲力の講師が書いた本なんですよ。結局、その辺の予備校教師より、うん、受かりたての哲力講師の方が強いんですよ、やっぱ。おー、なるほど、なるほど。現役時代に近いから。で、そういう人がその哲力で教えてる時か、その直後に書いた本で、うんうんうん、めっちゃハードコアな内容なんですけど、それがかっこいいんで。分かりやすいとかではなく、まあ、分かりやすいんですけど、でもむずすぎるんで。あ、むずいんですね。あんま意味はないみたいな説もあるんですけど、僕は結構こう入り込んでたんで、うん、かっこええと思いながら。好きな英語の参考書ありますか？英語か、英語、まあ、これ好きっていうのとはちょっと違うんですけど、灘の和田真子博っていう校長がいまして、はいはいはい、で、校長と結構仲良かったんですけど、うんうん、校長がまあ60ぐらいのタヌキみたいなじじいなんですけど、その人が若い時に書いたマグナムみたいな、なんか、はいはいはい、なんとか英文読解みたいな。あ、はいはいはい、マグナム、なんか忘れたな、はいはいはい、プレミアついてるっすよ、その参考書は。これ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 、大学入試マグナム聖説英文読解、すごい。アマゾンで多分、あ、1万円か。うわ、そうなんですよ。そんなになってるわけですね。はい、プレミアがついてる。はい、で、これを校長先生に、先生が書いた参考書プレミアついてるらしいですねみたいな言ったら、お前やりたいのかみたいな、校長室にあるから取ってきてやるよっつって、で、与えられて、で、コピー取って。なるほど。今日本でこれやってる受験生俺しかおらんと思いながらドヤ顔でそれをやるっていう。やはりちょっとやっぱりね、斜め上を行く参考書。そうですね、ちょっとそう、生きてたんで。人とは違うことやりたいっていうので、落ちるやつの典型ですけどね、それ。なんか真似しない方がいいです、本当に。東大以外に受けた大学は、現役の時に後期で東京医科歯科受けて、はいはい、で、それだけですかね。私立は併願してなかったんで、うんうん、で、まあ浪人の時落ちてたら後期で奈良県立大受ける予定には。なるほどなるほど。やはり医学部だった。編入できるとしたらどこ大学の何学部に行ってみたい？どうなんすかね。文学部とか、あと芸大とかね、美大とかね、はいはいはい、憧れるっすよね。なるほど、そっち系の。大学はないっすか？大学、まあでも東京芸大とかね、でも闇そうっすけどね、行ったら。かっこいいっすけどね。
あの広島の音大じゃなくていいですか。あ、エリザベト音大。エリザベト音大多分行こうと思えば行けるし分からんけど、太郎に厳しい可能性あるから分からん。もしで帰ってたね。東大に入って良かったことありますか。で、僕東京好きなんで、めっちゃ、うんうんうん、遊ぶの好きなんで、はい、東京住んでてそんなにいい大学じゃなかったら、うん、お前関西に行っとけやみたいになるじゃないですか。はいはいはい、でも東大行ってたら結構胸張って東京にこうウロウロできるんで、はあはあはあ、それは良かったかな。なるほど。東大の好きなところ、まあでもやっぱかっこいい、かっこいい、生きれるっていう、ああ生きれる、もうなんか全てのキーワードみたいなあそこに執着するみたいになってますね。嫌いなところありますか。まあ、留年させてくるっていう、やっぱり予想通りだと思う。もう次の質問がだって、一度目の留年が決まった時の気持ちは。でもその思想やなっていうのはやっぱ思ってる。はい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 、でも1回目の時は落としてると思ってなかった、単位落として留年だったんで、結構血の気引いたっすね。あ、さーって感じで、はい、やばいやばいって LINE して、これって終わってるってことって奈良の同級生で現役で受かって留年したやついたんですけど、そいつの成績の写真見たら、これって終わったってことかなとか言って、終わってるでーとか終わってみたいな。まあ一応血の気が引いた感じ。はい、そうですね。じゃあ2度目の留年が決まった時は、まあ、2度目の留年はね、テスト複数落としたら留年みたいな、なんかテストの日に、あ、これ落としたなって分かったんですよ。あ、したのみたいな。あ、したのみたいな。するかな、するかな、するかな、あ、したみたいな感じですかね。したっていう感じだったわけですね。ね、もう忙しいって言って、もうだってコラボ依頼して半年ぐらい経ってますよね。そうなんですよ、ごめんなさい。だから忙しい忙しいって言ってたんで、あ、頑張ってほしいって思ってたら、2度目の留年はびっくりしました、僕。そうなんですよ。したんかい、結局断ってたのに。断ってたら結局したんかい。東大で一番面白かった授業。ああ、東大で一番面白かった授業、うん、思いつかないです。思いつかない。なし。授業の記憶っていうのがもうない。ない。じゃあ一番好きな冒頭の挨拶は。あ、自分の挨拶ですか、はい、あ、それはね、やっぱ我ブンブンゆえにハロー YouTuber にどうもデカルトベテランチです。これが結構ね、やっぱシンプルでなかなか超えられない名作っていう。なるほど、はい、そう、コギとエルゴスの、はい、が良かったと、はい、ちなみに僕は野党ベテランチ。ああ、あれもでもね、もともとあれ霜降り明星っていう芸人なんですけど、はい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 、芸人のをわざわざパクるっていうのになんかこう味があったんですよ。なるほど。逆にね、何言ってんだでしょ、ね、はい、ブンブンハローじゃねえのかみたいなやつでしょ。最近目覚ましテレビであれ使われて、あ、はいはいはい、出ましたよね、はい、目覚ましテレビ出た時に、その最近では編集も頑張っていますっていうシーンで、はい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 、何言ってんだのやつ使われて、で YouTube に無断転載されてて、はいはいはい、それが5万回ぐらい再生されてたんですけど、そこにその2分30秒みたいなタイムスタンプついてて、はいはい、この挨拶恥ずかしすぎて笑ったみたいなコメントついてて300いいねぐらいされてた。そうですね、いろいろ転載されてましたよね。そう、あと、いわゆる釣りもありましたからね、いわゆるそのそれ僕も見ました。貼ってあるけどサムネは中全然違う。いや、あれでしょ、だからベテランチ目覚まし出演って書いててサムネ押したらサッカーしてる映像流れてるやつでしょ。そう僕も見ました。本人が見てたっていう、本人がつられしてる。自分がもし講師として教えるならどの予備校、まあ塾でもいいですけど。難しいなぁ。でもやっぱ大組織みたいなとこだと多分しんどいんで、だから寸大とか河合とかしんどいんで、はい、フリーランスっぽい方がいいかなっていうんで、まあだから今最近流行りの映像とか、はいはいはい、まあまあ投信とかもその先駆けみたいなとこありますけど、うんうん、みたいなとこでやるんだったらやりたいかな。なるほど、映像でって感じですね。自分でコントロールできる範囲をちゃんと決めときたいみたいなのがある。なるほど。いや、来そうですけどね、オファー。こうやって言ったらもう忘れてるんで、でもやめた方がいいと思います。じゃあそこの、じゃあ担当するなら何の授業。でも英語はそのもともとできたんで、多分そんなに人に教えるの上手くない気がするんですよね、うんうん、数学とかは本当に同日模試ってあるじゃないですか、はいはい、センター同日、うん、センター同日で数学160とかだったんで、うんうんうん、そういうレベルから東大理サムカルまで持ってったんで、やっぱ数学が一番、うん、なるほど。もし自分が教えるってなったら受験生に教えたいですけどね、うんうん、やるからに。なるほど、うん、受験生に見れるんじゃないですか。もうこれ予備乗りみたいなのが、いやいや、まあ、なんか名だ乗りとかなんか、まあ、もしちょっとやりたくなったらやるかもしれないです、はい、これ見れるかもしれませんね。東京に住んで驚いたことは、はあ、驚い
ったこと。僕は関西1ヶ月住んだ時はテレビ番組がめちゃめちゃ驚きました。あー違うなっていう、もう深夜がもう関西をベタ褒めするなってナショナリズム、まあ、そりゃ関西プライドってできるんだろうなこれやって思うぐらい、今京都で一番暑いとか、なんかもうそういうのがすごいいっぱいテレビ出てきて、大阪よりもホームレスの人がおしゃれだなと思って、はいはい、おーなるほど、へー、多分その、うん、おしゃれな人が人数多いじゃないですか、はいはいはい、だから派手な服が多いんですよ多分大阪よりも捨てられる派手な服が、はいはい、あなるほどなと、だからなんかホームレスの人がなんか大阪より東京の方が派手だなっていうのを思いました。じゃあ行ってみたい国は、でも僕アメリカ本国にまだ行ってなくて、なるほど、ハワイとかグアムはあるんですけど、うん、アメリカ大陸に足踏み入れた、なるほど、ありますここの地、まあ、でも全部行きたいですけど、まあ、でもニューヨークを見ないことにはね、うん、アメリカニューヨーク、はい、コロナが明けたら案件待ってます、ニューヨークから絶対来るんじゃないですかもうこれいや来ないでしょこれニューヨークから案件来るんじゃないですか次はリスニング問題です。あれ急にこの人は誰、はい、Alright, so in this video, I'm going to break down all the numbers. Oh, that's nice, man. Basically, in 2020, firstly, from what used to be my full-time job, working as a junior doctor in the UK's National Health Service, but then I'll also talk about the various different sources of active and passive income in my life from being a YouTuber and the businesses surrounding that. A few caveats. 分かったかも。そう、名前が出てこない。分かりました。あれでしょ、だから。ケンブリッジ大学医学部の YouTuber の。うわ、ちょっと待って、名前が。モジャみたいな、モジャみたいなやつでしょそれ見た目入ってないですか確かにモジャアラブ系、そう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 、アリさんですね、アリアブダールですね、アリアブダール、アリアブダールさん、アリアブダールさん、そうです、あの後いっぱい私動画見まして僕が配信で話したんですよねそう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 、ケンブリッジ大学医学部の YouTuber がいるって、はい、それで、まあ、もう卒業して、はい、無職になりまして、え、アブダールさんですか、アブダールさん、はい、アンエンプロイドって言ってましたから、えーよー、えー、そうなの、無職になりまして、で、でも YouTube で億稼いでます、えー YouTube と、まあ、いろんなことやって、まあ、ミリオネネになりましたって言ってたんですか、言ってました、今のところはこういうので稼いでますみたいなすげー、え、そうなんや、アリアブダールって157万人いますから登録者、まあ、157万人いたらそうですね、億稼げるか、まあ、いろんな仕事やってたりとか、あとはまあ、まさに案件もいっぱい、スポンサー的なのもいて、いつかアリアブダーラにちょっと話聞きに行かなきゃいけないYouTuber としての生き方を、ね、として、はい、医者の仕事はなくなったけどでもめちゃくちゃ儲かった、なくなったんですね、そ、医者はなんかコロナの影響みたいなと、ああそうなんや、なるほど、医者のがなくなったっていう話をどっかの動画でしましたね、なんで私はこの人の動画いっぱい見てんだろうっていや僕もそんな見てないのにもうなんか勉強法とかもいろいろ話しましたし、まあでも参考になるでしょうね、まさかのリスニングクイズだったんですが、コラボしてみたい YouTuber は、あーでも向こうが喜んでくれるんやったら割と別に誰でもいい、そうですね、テロップになんかパーカーにジャケット着せるみたいな、ああそう、それは言ってるんですけどパーカーチャンネルコラボしてくださいっていうのはずっと言い続けてるんですけど、うん、これなかなかしてもらえない方が見てて面白いと思うんで、あ、なるほど、1年ぐらいちょっともうちょいパーカーさんに泳がしてもらえたら泳がってもらえた、なるほど、ビーヤマとフーミンが溺れていたらどっちを助ける、それはビーヤマでしょ即答、それはビーヤマでしょ即答でした、うわでもどうなんかな、まあでもそうですね、フーミンがいなくなっても、うん、学歴中は、はい、自分たちで、まあ、新しいコンテンツを生み出すと思うんですけど、ビーヤマはビーヤマを愛してる、ビーヤマの友人、ビーヤマの家族がいるんで、フーミンには一人もそんなやついないんで、どっちを取るかって言ったら、ビーヤマを助けます。なるほど、そっち。来週の新メンバーにしてもいいと思う、YouTuber は。ありがとうございます、この来週チャンネルの話していただいて。まあ、でも優秀な人欲しいんですよ、今。なるほど、クズばっかりなんで、ライジオチャンネル、ろくでもない3人なんで、その何も進まないんですよ、仕事が。なるほど、だから社会人経験ちゃんとある人がいいかなって思ってるんで、まあだからチャンネル栗林っていう、チャンネル栗林、大工経験者の李三世いるんで、その人に時々出てくる、はい、その人にちょっと PDCA 回してもらおうかな、あの人はダメですか、一緒に留年した方はダメですか、ああ坊主のね、丸顔坊主の、いやそんなやつ入れたらもうどんどんぐちゃぐちゃになるんでここで好きな食べ物は、麻婆豆腐、お、うどん、生牡蠣、じゃあそれ食べれる店をお願いします、めっちゃ閉まってんの8時までしか開いてないんだけど、いや申し訳ないんで、そっか、なかなか難しいけど今のやつをずっと調べてたんだけど、今何問目
まさかの。でも50問あるんでしょう、はい、こんだけ喋っててな、10問とかやったらしんどいから願望込みで32。おお、正解35です。おーおーおーおお、よしよしよし、もうちょいで終わるぞ。さすが、おお、推測がすごい。